ねえ、秋めいてきたね。まあそれいいんだけど、寝てた。家帰ってからずっと寝ててね、まだちょっと半分寝とるかのーっていうような、ぼーっとした声でしょう。今日もね、朝4時に起きて、もう秋めいてきたよ。日が落ちるじゃないや、日が昇るのがね、だいぶ遅くなってきたろう。で、真っ暗なわけよ、4時だけ。で、もうちょっと寝るか思って横なっとって、起きたら次5時だったんよ。で、まだ暗いんよね。で、また横になって次目覚めたんが6時ちょっと過ぎで、もう明るくなっとって、いや今日バイク乗ろう思っとったんじゃ思って、で、出かけて帰ってきてから寝てた。まあ、よう寝た。で、動画撮っちゃろう思いながら、昨日もね、撮ろうか思って横なっとったら寝てた。昨日も今日も寝てた。で、やっと今起き出して動画撮り行こう。だけど半分まだ寝とる。で、何が今日言いたいか言うたら、ねえ、やっと念願の250手に入れて嬉しげに持ってきたわけよ。で、買って届いてまだ2週間なんかな。この動画を編集して出る頃はまあもうちょっと経っとるだろうけどね。まあまだ時間経ってないきれい嬉しげに持ってきたんじゃね。で、どうかようやっとるじゃん、みんなが使ってみてどうかんじゃん。ちょっと真似してね。その前に、なんで買ったかとかね、話した方がいいんかな。あ、ええよの。もう買っちゃったんだけどな。で、なんで買ったかっていうような話しよったら、ちょっと詳しく大人の話するようになるしの。で、私の動画見とる人の大半が、大人に興味ない人が多いけね。まあそういう話してもしょうがないしね。だけどまあね、奥さんに怒られた。今でも家ではバイクの話できません。ご法度です。やば。この間も子供がお父さん黒いバイク買ってっていうような話しだしたら、うちの奥さん一生根に持つって言われました。今回はね、私の中ではね、時間経過があったんだがね、購入に至るまでにね。でも口に出してそういうちゃおらんのよ、欲しいのーちゅうて言うぐらいで。で、見に行って衝動的じゃないんだね。あのバイクが出てきて、うわっ出た、わしが望んどるこう中古状況と値段が折り合って、まあ、出てきたーって言うて、インターネットで見て、1週間経ったよね。で、1週間後に、ただ買いそうじゃけ、いかんほうがいい、言いながらね、ちょうど、時間持て余しとったけ。で、他に候補のバイク、1台あってね、それもちょうどね、出たけね。どういったとこなの？行ってみようか。候補のバイクは2台あって、2台とも出てきたんよ、同じようなタイミングで。で、もう1台の方は外車なんよね。で、多分外車は見に行っても買わんじゃろうと思って見に行ったんよ。たまたまその見に行った店屋の店長さん、そのバイク乗っとってね、以前で、いろいろ詳しい話聞いたら、あ、今の自分じゃちょっと手に負えないので、まあ帰るときこれは変わんなーって。でもね、物足りんかったよ。もう一台も何いけちょっと見に行った。やっぱり買ってしまったね。あら、行き止まり戻るか。で、何言おうとね、なぜかヘルメット。
あの黒いバイク、こう買うに至ってきっかけがないとね、買うまでいかんよね、欲しいってもね。でそのきっかけ作り、うわ、トンボハートよりよこれ。やっぱりもう秋なんだよね。そうだ、今日はね走りに行ったんだけどね、あの黒バイク乗ってね、ちょっと山の奥の方にね、はあね、稲がね、稲穂を垂れとってね、秋だのーっちゅうのしみじみ、そういえば感じで帰ってきたんよ。で涼しいんよ向こうは、全然暑ないよ、汗もかかんでね、ヘルメットかぶっとってもね、快適でね。まあ動画で多分出てくるじゃろうけど、秋らしさが出る動画になるかどうかはちょっとわかる。稲穂が垂れてるね、綺麗なとこあったんじゃないね、カナダでね。でまた話がそれるじゃろ、そうよ、買うのにきっかけがないとね、よし買おうって気にならんじゃない。でいろいろね方向指示出したもんなじゃって、また話が飛ばんで、ね、話が飛ぶじゃろ。私の動画編集が大変なのよ。で黒いバイクはね、今んとこ乗りながら話しおらんけね、あの動画結構ね編集するのにね、音楽聴きながら、音楽聴きながら編集するけね、なんていうの、喋っとる動画を編集するのにはね、に比べてね早くと編集終わるんだ、楽ちんなんだね。でちょっとかっこよげな音楽に合わせて映像を繰り広げたならば、ええ感じのビデオになるじゃろ、かっこよげな、あれはあれでええかなと思ってね。であれはね完全にねドイツなんかな、アメリカな、アメリカじゃないよな、よドイツ語っぽいコメントがいっぱい来てるってドイツだと思うんじゃがね、オートバイ屋さんの撮る動画がかっこいいんよ。それちょっとね真似して やってみとくんじゃがね。あまだまだいけ、何の話しようもんで、寝て起きてバイク乗ってんだから、まあ買う、あそう買うきっかけがないといけんちゅんで、いろいろね無理なんだ言うたらね受け入れてくれたんよね。いやもう買うしかないじゃない、こっちの条件ねいっぱい言うて、でバイクを見に行った、見に行くうちって出たわけじゃないしね当日ね。でまあ買って帰ってどう切り出して奥さんに言おうか思ってね、タイミング話の持ってきようもん全く思いつかんで、ね、ちょうど夜奥さんが韓流ドラマを見ている時 CM になったと、その時に突然に今日ライト買ってきたっけって言うから子供は目を白黒させてね、うんちゅうな感じで、奥さんはびっくりしてるようでしてない、この人ならやりそうなちゅうのもあったような、まあものすごい怒ってた、明日キャンセルしてきてね、契約破棄してきてね、で結局いかんか、それからもうバイクの話は一切できません。まあそうよな、分かっちゃおるんじゃない、怒る理由がね、離婚の危機じゃん。つい 2,3 日前は一生を根に持つと言われましたよ、一生を根に持つ言われましたね。
あれなんだろうね、棚田だったんだろうね、やる人がいないなってからこう雑草が生えてきてようかと思ったら結構綺麗に太ってじゃねえの、ねえ。今日は朝から今夕方なんだけど、棚田三昧じゃねえ、棚田の日よ今日。もうちょっと秋が深まるっていうかね、進んだらね、稲穂がもっとこう垂れてね、映像も撮れるんだろうしね。